日本ビルジングは東京都千代田区大手町にあるオフィスビルである。三菱地所により建設され、1962年7月に竣工した。地下には東京都下水道局のポンプ場がある。2017年2月頃から部分的に解体作業が始まっている。2013年に放映されたテレビドラマ、半沢直樹では東京中央銀行橋支店の設定で、 ロケ地として使用された。北側より、1962年に竣工した部分。この付近には、古くは江戸城と日本橋川を結ぶ道山堀が掘られ、現在の日本ビル南東付近には、千便橋が架けられていた。この一帯は1929年4月15日まで、銭便町と呼ばれていた。1931年3月に、東京市により、 千便町ポンプ所が開設され、現在の千代田区、中央区、文京区に相当する一帯から集めた下水を一時処理し、芝浦の下水処理場へ送る機能を有していた。この外区には、三菱地所が行行通利用地との交換で1913年に、東京市から取得した3605坪の土地を有し、三越に配送所用地として貸していたほか、 第二次世界大戦の前後に建てられた世界経済館と高能会館の二棟の木造建物を所有していた。三菱寺所は1959年頃より一帯の再開発を検討したが、飛び地上に土地を所有している朝日生命保険と大和土地建物との協調、土地の賃借人の三越の同意、下水処理施設の機能維持などの課題があった。東京オリンピックが近づき、 都市のインフラの拡充の必要性や、首都高速や S 線の建設計画が持ち上がると、東京都も再開発の検討に入った。三越は独自に配送所を建設する計画を持っていたが、三菱自主社長の渡辺武次郎と、三越社長の岩瀬栄一郎との会談で、岩瀬は公共のためなら協力しましょうと承諾。配送所のうち返納された一部と、 農林中央金庫が退去し、その後のテナントの移転も決まっていた、高農会館を取り壊した後地1680坪に新たなビルを建設することが決まった。1960年12月1日に高農会館の解体に着手、同月8日に自賃祭を行い着工した。白いタイルとステンレスの横連窓のデザインで、体制建設の施行により建設され、 1962年7月4日に、第三大手町ビルジングの名称で竣工した。これは、後の日本ビルジングの北側一部にあたり、地下2階、地上9階建てで、延べ床面積14,009坪。三越が区分所有者として配送所を置いたほか、日立製作所が丸の内の三菱中15号館から移転し入居した。1963年2月12日、 土地の権利移動や公開空地の年出、ポンプ所の移転に関し東京都下水道局と三菱地所、旭生命、大和土地建物の4地権者で、時和橋地区再開発に関する協定に調印。下水道局と他の3地権者間で土地の交換が行われ、都の所有地は従前の4117坪から再開発完了後は1700坪に縮小した。とは、 三菱地所との間だけでも4億2670万円の交換借金を得て、ほぼ資金負担なしで下水施設を改築することができた。都とと、三菱地所の間で、同年6月25日にポンプ所の建物屋上の使用に関する契約を締結。これは、下水施設の余剰となる容積率を活用して、新ビルの規模を拡大するものである。さらに、 1961年に創設された特定外区制度により公開空地を設けることで溶石率の緩和を受け、当時800%の溶石率は960%まで広げられた。1963年12月11日、第3大手町ビルジング二期工事が着工。後期のうち最初の半年間は根切りやポンプ場の準備工事に充てられ、 ビル本体は1964年8月頃より着手された。1965年11月26日に竣工。地下4階、地上14階建て、延べ床面積5万49坪と東洋一の規模のオフィスビルとなり、名称もこの時に日本ビルジングに改められた。下水施設の工事は難航し、1966年7月より稼働を開始した。 その後、下水施設の残存部分の撤去に伴い、永代通り側の低層部の増築が1968年8月に完成した。歩行者用通路を挟んだ東側には、日本ビル別荘として、テナントビルが計画され、着工準備段階において、八幡製鉄が一等全面使用することとなった。このビルは1967年9月7日に着工され、 ヤワタ製鉄と富士製鉄との統合により、新日鉄ビルジングの名称で1970年2月に完成。2010年には JX ホールディングスが入居し、名称も JX ビルに改められた。北隣には1972年に日本ビルジング別館が完成し、建物名称は川鉄商事ビルを経て JFE 商事ビルとなっている。このか。 新日鉄ビル東隣の大和証券ビルは1970年3月に北側部分、1971年1月に西側部分の増築を観光。1971年7月には朝日東海ビルが完成した。これらのビルは地下部分に一体として収容台数820台の日本パーキングセンターが設けられている。その後、 新日鉄ビル北側の商工園や日本パーキングセンターに直結する首都高速や S 線時和橋で入り口が整備され約10年の歳月と総工費1000億円をかけた時和橋地区再開発事業が完成し1973年2月15日に観光式が行われた大手町2丁目のうち JR 線の東側は時和橋外区と呼ばれ日本ビルの他朝日 生命大手町ビル、JX ビル、大和五福京ビル、JFE 商事ビルが立つが、日本ビルの敷地面積はその中で最大である。これらのビルを所有、出資する三菱寺所は、土地の権利を大手町一丁目の日本政策投資銀行、広古ビル、新広古ビル後の外区の権利と交換し、その外区に31階建てのオフィスビルと18階建てのホテルを建設する。 その後、時は橋外区のビル群の跡地は再整備が行われる。再開発プロジェクトにあたり、日本ビルにおいては、千便庁ポンプ所の機能を継続的に提供する必要があるため、2016年3月末で一時閉館の上、ポンプ所を含まない一部区画を解体。一部解体された跡地にポンプ所単独の建物として、D 棟を新設、機能移管の上、 残りの箇所を2021年度より解体し、B 棟を建設する。2016年度に解体されなかった部分については、ポンプ所やオフィスビルの機能を維持できるよう改修の上、2017年度より再度開館し、2021年度の解体まで、引き続き、三菱自所が賃貸運用することとなり、再開発プロジェクトの A 棟建設予定地にある、大和五福教ビルより、 パソナが移転した。ありがとうございます。